皆さんこんにちは、ギタリストのボーグと申します。今回はアースクイカーデバイスのエフェクターをご紹介したいと思います。聞きなじみがない方もいるかもしれませんが、アメリカ発祥のエフェクターブランドで、ここ最近日本でも、ぐいぐい来てるペダルですね。ラインナップもかなり豊富にあるんですが、今回はその中でも、個人的に気に入ってるペダルを3つご紹介したいと思います。まず初めにご紹介するのがこのウエストウッドですね。オーバードライブになります。ノブがレベル、ドライブ、ベース、トレブル、比較的ね、シンプルなデザインになっているんですが、これがめちゃくちゃいいです。ヴィンテージ系なんですが、アンプとかギターのキャラは、損なわずにナチュラルに歪んでくれるペダルですね。このね、ドライブなんかをこうがっつり上げても、音が全く破綻しなかったりとか、あとはそのピッキングのニュアンスなんかもしっかり表現できるのでめちゃくちゃいいです。これは。あとこのセンタークリックの EQ、 これもかなり可変幅が広いので、ちょっとメロンにしてみたりだとか、きらびやかなサウンドを作ったりだとか、これ1台でかなり多様なキャラクターのサウンドが作れます。使い方としてはメインの歪みに使ったりとか、あとサウンドをもうワンプッシュするプリアンプ、それとリードの時のブースター、かなり汎用性は高いかなと思います。使えるシチュエーションがね多いと思うので、これ1台あるとめちゃくちゃ便利かなと思います。これはマジでおすすめです、ウエストウッド。次に紹介するのがアフターニースですね。この真ん中になんか魔法使いがホラー穴にいるようなデザインになってますが、洞窟の中の反響音を再現するっていうかなりマニアックなリバーブですね、アフターニース。ショートディレイとリバーブが一緒になったようなペダルですね。下の一番左のドラッグっていうつまみが、ディレイを独立してコントロールできる部分になっていて、左に回すと、ディレイ成分が強くなって跳ね返りがこうわーっと、で、右に回すとリバーブ成分が強くなってアンビエント感が増すっていうような、ここのノブがアフターニースの肝かなと思います。ノブの設定によってホールリバーブとか、長いプレートリバーブとか、あとアナログディレイの発信みたいなものも作れます。かなりねキャラが濃いペダルなんですけど、普通のアルペジオとかコードこうジャーンと弾くようなね、簡単なフレーズでも、もうこれ使うと一気に独特の世界観に引き込めるので、面白いエフェクター欲しいなっていうエフェクト好きの方にはこれかなりおすすめの一台です。最後にご紹介するのがこのスペーシャルデリバリーですね。オートマみたいなフィルターとサンプルホールドが一緒になったペダルになります。この真ん中のねスイッチでこうモードを切り替えることができます。
これ入力感度がめちゃくちゃ良くて、アタックにねちゃんとこう反応してくれるんで、オートワウの、ね、かかりがめちゃくちゃ気持ちいいです。そのかかるレンジもめちゃくちゃ広いんで、ギターだけじゃなくてね、ベーシスト、ベースのフィルターにもかなり使える仕様になってます。サンプルホールドのモードは、デモのイントロで聞いてもらった通りですね。シンセサイザーとかでよくありますけど、ギターでやってもかなり面白いです。実はこのエフェクターを使いたくて、今回のデモ曲作ったくらい気に入ってて、これ初めにね試して弾いた時もうめっちゃ楽しくて、気づいたら30分ぐらいずっと弾いてたので、皆さんもね、ぜひよければお店でねこう繋げて実際に弾いてみていただきたい。スペシャルデリバリーおすすめです。ということで、今回はアースクエイカーデバイセスのペダル3つご紹介しましたが、実はまだまだね気に入ってるペダルがたくさんあって、ハミングバードとかデータコラプターとかビットコマンダーとかレインボーマシンとかアバランチランとか、これもね機会があればぜひご紹介したいと思います。アースクエイカーデバイセスのウェブサイトに全ペダルのサウンドサンプル動画、あったと思うので、気になった方はぜひ行ってみてください。下のね詳細にリンク貼っときます。では今回はこの辺りで終わりたいと思います。次回は久しぶりにヒリックス何かやりたいなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。